はい、村さんどうぞ。はい。ああいう今お話するんですか。ええ、できればすいません。今、はい、ああはいはいはい、あれね、僕はね18の時ですね。はい。僕水産高校にいましてね、はい、水産高校は実習っていうのがあるんですよ。実習っていうのがね、3ヶ月くらい実習をするんですよね。でそれで境港から若鳥丸っていう270トンくらいの船でね、ハワイの方に行ったんですよね。3ヶ月の航海実習でだいたいね、20日くらいかかってハワイの方に行くんですよね。それでずっと行っててね、あれね、2週間ぐらいずっと寄ってましたね。まあ海の上ですからもう何も見えない、ただもう夜は星、それがまた星がね、すごく綺麗だったんですよね。南十字星というかね、もうハワイの方ですからちょっと赤道の方に寄ってずっと走っていくんですよね。でそれでそのハワイについて、ハワイの付近ですけどね、自主するんですよ。ハエ縄漁船なんですけども、それのハエ縄をこう張っていくんですよね。だいたいあれだ、もうくらい張るのかな、10キロから20キロくらい張るんですかね。それをこう一遍流して回収していくんですよ。それをこうずっと何回か繰り返してましてね、そうですね、僕がはっきりと覚えてないんですけどね、ハワイのちょっと下あたりなんですけども、昔モー大陸があった場所なんですけどね、ちょうどね、僕はあれ操舵室の鍵、なんていうんですか、周りをこう点検するために入ったんですよ。だそこの場所がこう油で濡れてたんですよね。油で濡れててね、セット入れたんですけど滑ったんですよね。でそれでね、転んでね、腰をね、ドアのフックでね、ぐさっとこういっちゃったんです。ぐさっと言ったというよりもえぐっちゃったんですね、腰を。その時にね、ものすごいなんていうんですか、ショック受けましてね、ひっくり返ってこうなった時にね、いわゆる上に何かつながったような気がしたんですよ。上につながったっていうのはその場所がね、どうもね、モー大陸のね、首都であったね、プラニプラっていうところの、これは後で調べて分かったんですけどね、首都でいわゆる何かにこう引っかかったような感じだったんですね。でそこでね、モー大陸の僕がそこで一度死んだような場所なんですよね。いわゆる偶然にもそこで自分の元のいわゆるあれ1万2000年くらい前のいわゆる墓の上なんですかね、墓の上っていうか、なんか あったような、宇宙船かなんかあったような感じなんですよね。でそこでね、こうつながってね、何日か僕はこしゅったためにもベッドでね、寝かされてて、いわゆる
その中でそのいわゆる、見られてたっていうんですかね、見られてたような気がするんですよね。それがね、元になって、そのいわゆるその今のそのムーのその、あのムー大陸のムーのラムーっていうその名前の元になったような気するんですよね。まあ僕がそこで、ムー大陸の子孫だっていうのは、まあ後で分かったんですけどね。まあ、なんていうんですかね。ムーの王家、ムーの王家のね、いわゆる子孫だっていう、ことがその、いわゆる、過去性が浮かんできたっていうかね、その過去性にその自分のいわゆるその今のそのなんていうんですか、村のラムっていうまあ、今そういうふうに名乗ってるんですけども、名前がその浮かんできましてね、まあ、この、UFO の研究をし始めたのもそのそれが元になってね、自分のその昔をこう掘り返すというか、自分の元の生命体の、いわゆるその何て言うんですかね、過去のね、生命のいわゆるその元の状態の過去性が頭に浮かんできたんですよね。まあ、これはその自分が今いわゆるそのムラ・ラムーンを名乗っている一番のその、一つのね、元になってるような気がするんですよね。まあこれで、村のその、いわゆる、過去性が、今までのその、なんていうんですかね、自分の過去のその、そうなんですよ。僕はね、過去にね、いや今ね、セントラルコンタクトルームからね、今ね、連絡が入ってきましたよ。いや、村はね、今ね、このね、体の中にね、ラムーの状態がずっと、過去からの生命体の原点が降りてきてるんですよ。もうね、43代もね、ここで続いてきてるんですよ。この中のね、43代目の王が村ラムーなんですよ。村信之さんなんですよ。この状態が何代まで続くわけではないんですけどね。私の生命はね、111まで続いてるんですよ。
111歳まで一応生きられるということになってるんですよ。111まで。111以下では終われない。111で一応別な世界に行くか、このまま地球に残るか、そこら辺のところがちょっとよくわかんないですね。そうなんですよ。111歳まで。これまでね、いろいろと話を聞いてきましたけどね、111歳まで生きれる。ええ。いや。青村さん、ありがとうございます。いやいやいや。いや、あの、中央コントロール室から電話が、連絡があると思わなかったですね。今ね、もっと入ってきたんですよ。ああ、干渉してきた。ラムの話をすると。今、息がしにくいですね。ああ、ラムの話をすると。村さん、111歳まで生きるって言ってますね。111歳まで生きて、その後どうなるんですか？やっぱり、村さんは南極で保存されてるラムの遺体に戻るんですか？いや、そこから生まれ変わるみたいですね。生まれ変わるんですか？生まれ変わります。ああ。沖縄になるのか。うん。北の方に行くのかよくわかんないんですけどね。沖縄、いや、沖縄の方はちょっと難しい。沖縄ではない。北の方に行くって言ってますね。北の方に行くって言いますね。なるほど。わかりました。どうもありがとうございます、今日は。どうもすいません。いや、助かりました。はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございます、どうも。すいません。はい、うん。